皆様こんにちは、なりわでございます。実はですね、たった今荷物が届いたんですが、送り主の方が女性の方でございまして、私の全然存じ上げないお名前の方から実は郵便小包みが届きました。ちょっと不安ですね。全然身に覚えのないお名前の方の郵便小包みっていうのはとってもなんかね不安でございますので、ちょっと動画を撮りながら、開封をね、していきたいと思います。では早速ちょっとテープをね外していきたいと思います。何だろう、なんかゴソゴソ音がするんですよね。なんか怖いな、どうしよう。誰か呼んで立ち会ってもらった方がいいのかな。なんか嫌ですね。送り主のお名前、女性の方なんですが、全然身に覚えがございません。では早速ね開けていきたいと思います。なんだろう、なんかね結構ゴトっていう音がしましたね。じゃあ早速、あれ、なんだろう、なんかお手紙でしょうかね。お手紙、なんだいやもうびっくりしました。なんだ、あ、なるほどいやーびっくりした。いや全然存じ上げないね女性の方のお名前で、届いたので、一体何が送られてきたのかすごいドキドキしてたんですよね。皆様ご記憶にある方いらっしゃると思いますが、ライブ中に私がアマゾンでポチッとしたものでございますね。正体はこちらでした。びっくりしました。中でねゴソゴソって音がするんで、いやほんとびっくりしました。どうしようかな。全然身に覚えのないね女性のお名前で届いたので、いやどなただろうと思って、今ねお手紙らしきものが入っていたのでね、パッと開けてみたら、よーく見たらジャワケーキで、これ全部で2箱パック24枚入りが2箱パックでジャワケーキでございました。もうびっくりしました。なんだろうと思って、ちょっとね、なんかまあちょっと前ですけれどね、私の住所がね、知られることとなりましてね、あるどなたか存じないけれど、なのでなんか恐ろしいメールが届いておりましたよね。そんなので警察の方にね、知らない方の荷物を受け取らないでくださいとおっしゃってたので、思わず受け取ってしまったんですよね、わからないので。ところが送り主に思ったら全然知らないお名前の方で、うわ受け取っちゃったと思って、向こうの方が私のお名前だけをね、確認されて、はい間違いないです、じゃあということでパッと渡されたんで、もうね受け取ってしまってから、送り主のねお名前を見たら全然違う方だったんで、いや違う方っていうか知らない存じ上げない方だったので、ほんとびっくりいたしました。よかった、これでなんだろう、ジャワケーキはねイギリスからね送られてくるので、日にちがねちょっとかかりましたので忘れておりました。忘れた頃にやってくるんですね、本当に。こちらですね、アマゾンさんで購入したジャワケーキ2箱を今届きました。ではちょっとね今からねお茶を入れてね、ちょっとねコーヒーを入れていただいてみたいと思います。お待ちくださいね。はい、それでは一箱はちょっとねお仏壇にお供えしまして、これから一箱の方ね、こちらの方をちょっとね開けていこうと思います。これお安いですよね。2箱入って、1箱24個入りでしょうかね。それが、この2パックで2771円でございました。はい、では早速ね、コーヒーをね
入れてまいりましたので開けてちょっとね、久しぶりなのでいただいてみたいと思います。いやでもねドキドキでしたね。このジャワケーキが届くのが結構時間がかかったのでね、本当あら形が変わったのね。あれえこんな形だったかな、形が変わったんですね。えこんな丸いのだったかな、えそう私の記憶違いかしら。あ、ね、こんな感じで、この一箱の中に、こういった状態のものが3列ね入っておりましたね。1個が2白ハート11どういうこと33個入りですよね。ここにも書いてあるね、33ってここに書いてありますよね。24個入りじゃないですよね、いいのかしら。でも注文したのは確かにこの箱なんですよね、うん、でそれで、じゃあ中をちょっと1個ね開けていただいてみたいと思います。どっちだろう、前はねなんかね下に受け皿みたいなのがあって、ちょっとね形もこんなんじゃなかったような、気がするんですけどね。 これ本当のあれかしら。じゃあでも間違いないですよね、私の記憶違いでしょうかね。はい、表はこんな感じでチョコがあって、裏はこんなふわふわのね、なんて言ったらいいんでしょうね、ふわふわな感じのビスケットでもないし、なんでしょうね、ここふっくらしてるこの中にあのオレンジがね入ってるんですね。オレンジのちょっと割ってみましょうか。あ、はい、見えてきましたね。こんな感じで入っておりますね、じゃあちょっといただいてみたいと思います。懐かしいですね私久しぶり1年ぶりでしょうかね、ジャワケーキいただきましたの。こんな、なんか形状もねこんなまん丸じゃなかったような記憶なんですよね。それとも私の記憶違いでしょうかね。そうなんだ。まあ、1年ぶりで本当に人のね記憶って曖昧ですよね、なのであれってでもね確か食感はこんな感じでございますね、でもね1個食べたら次が食べたくなる不思議なんですよね。ちょっとね確認したいと思いますね。なんだろう、あまりにもちょっとね久しぶりすぎて前いただいた時のね味をちょっと忘れてしまいましたね。こんな感じだったかなというちょっとね、予想に反してちょっと違うんですよね。なんだろう、私の勘違い。でもマクビティの
ジャワケーキに間違いはないので、ね、わざわざあのイギリスから送られてきているので間違いないと思うんですが、ね、あのまあ本当、うん、私の教育違いでしょうかね、でもね一つ食べると欲しいとねまた次が食べたくなる軽いケーキですね、これなんて言ったらいいんでしょう、柔らかいね、何に例えたらいいんでしょうかね、スポンジのここのところが結構柔らかくって、だけどボソボソしていなくって、ね、チョコレートが表面にコーティングされていて、中にね、オレンジのピールが入っております、なんかね味がちょっと変わったような気がするんですね実は、前こんな味だったかしらって、あの形もねこのまん丸じゃなくて私の記憶の中では細長い、かったような記憶があるんですが、私の記憶もしかして、なのでねちょっとね、以前ね購入してアップした時のジャワケーキの動画をちょっと確認してみたいと思いますね、だけど、うん、あのちょっと味がね私の舌が もしかしたら変わったのかもしれませんね、前いただいてた時の お味とちょっと違うような気がするんですね、なんだろうちょっとビターな感じ、あチョコレートが変わったのかしら、上にかかっているなんかちょっとビターな感じがしますね、前はもうちょっとね甘かったような記憶なんですね、もしかしたら上にかかっているチョコがね変わったのやもしれないですね、あとはね同じでございますね、なので、ちょっとまあね、1年も経てば人も変わるしねいろんなことが変わりますよね、なのでもしかしたら私の舌が変わったのかなと思うんですが、もしかしたらチョコレートが上にかかってるチョコが違う前とはちょっと違ってきてるのかもしれませんね、前いただいてた時はもっとソフトな感じで、あのもうちょっと甘かったような気がするんですね、私の舌がおかしいのかな、ちょっとね今回はビターな感じがしたのであれと思ったんですね、なので、まあでもね、イギリスからわざわざ送られてきたので間違いはないと思います、ということで内容でございました。いやもう最初ね、あもうそうですねきっとね、あの知らない、ね、女性の方からのお届け物とだったので、そこでまずドキドキしているのと、それからまあね、あのなんだろう久しぶりすぎてちょっと動揺してて味がよく分かってないのかもしれません、ちょっとね落ち着いてもう一回ねゆっくり、いただいてみたいと思います、ということでね本当ね、どなたから届いたのか本当びっくりしました。あの段ボールにね、全然存じ上げないあのお名前だったので本当ドキドキしながら開封したんですが、まあ、あの日にちがねイギリスから来るので、結構日にちを要するんですね、なのではあのいつかは届くとは思っていたんですが、まさかね、ちょっと忘れた頃に届くので結構ドキドキでございますね。あの同じようにね注文された方がいらっしゃると思うんですが、その方もそろそろ届いている頃ではないでしょうかね、ということで本日は本当にね、びっくりしましたけれど無事あのジャワケーキが届いたということで動画を上げさせていただきました。なりわでございました。ではあでもよかった、変なものでなくてあの実はあの以前の動画2016年11月2日に購入した時 あの動画があの確認しましたら、開けた時ふとちょっと違和感を感じましたのはここの色がね、オレンジではなく前は黄色いような色だったんですね、それと中 の、あのジャワケーキをくるんでいるセロハンですね、セロハンが、オレンジ色だったんですが今回は透明になっていたのであれと私思ったんですね、形状は同じくこんな丸でございましたね。であの中を割ったりしているのを確認しましたら全く同じものでございました、それは1年何年も経てばねパッケージも変わりますよね、なのでちょっとね私の
勘違いでございましたね。一瞬本当のジャワケーキなんて思ったんですが、あのセロハンのねくるんでる色がねオレンジだったんですけれど、今回透明に変わっていたんですね。クッキーそのものの形状は同じ丸い形をしておりましたね。割った感じとかも全部同じでございました。いや本当に人の記憶って本当に頼りないですね。もう何年か経つとすっかり忘れてしまうんですね。ということでなりわでございました。では